演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーの牛乳パックカスタードプリンを食べたいと思います。これいっぱいにカスタードプリンが入っているんですね。これは楽しみだ。なんかここにパックの開き方ありますね。牛乳パックの開き方はいつも通りなんでしょうけど、これはこの両方を開けなきゃいけないんですね。たまにこう反対側から開けちゃう牛乳パックあるある、あるあるかな。これでいいのかね。で、こうやってなんか品のない出し方になってる。中身なくなりました。これで全部みたいですね。はあ、やっぱり大きいな。端っこから端っこまでつかにありますよ。おっとっとっと、おい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 。ではいただきます。ここまでくどくもない甘さで食べやすいですね、このプリン。このパッケージにふんわりとした甘いと滑らかな口当たりって書いてあるんですけど、本当にその通りで、口に入れた瞬間にちょっと弾力のあるプリンの滑らかな食感とカスタードクリームの濃厚な甘みが口の中にふわっと広がりました。そしてそれにこれはたっぷりと味わえるっていうのはいいですね。カラメルが入っていなかったらちょっと残念ですが、こんな風に自作の方法も書いてありますし、クリームとして使う応用レシピも書いてあります。こういうのがあるというのもいいですね。食べきれなかった時のためにっていうことなんでしょうね。たっぷり楽しめてとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。大満足です。夕立ちにダンス踊るの上がるかな。ダンスで雨が上がってほしい、そう祈ってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。